では、真夜中の人形使い第3回ということで、もうそろそろ物語も、もう中盤から終盤の方に向けていくんじゃないかな、と、まあ自分では、まあ思ってますんですけど、ただこれ、今思ったんですけどね、この真夜中の人形使い、これタイトルの画面なんですけど、これ、今まで見てきたこの壁とか書かれてあったものと一緒なんですよね。この今さっきのこの真ん中のドーナツの中に目がある、この野獣の眼光じゃなくて、まあそういうやつなんですけども。これはまたひょっとしたら関係性あるんじゃないかな。まあ真夏の夜じゃないんですけど、真夜中、なんかちょっとタイトルも怪しい。臭そうな、臭そう、制作者さんには悪いんですけど、臭そうな、なんやかんやと進めていきましょうね。そうです、データも8か、8か。ですね、とりあえず一番まあ、この後ですね、これが終わったらしばらくというか、まあ、次はまあちょっとやりたいのが中にないので、多分無限の実況動画をしながら撮影、やろうかなと思います。まあ、でも私自身、いつもゲームしてると、無限やってる最中は、あれなんですよ。結構黙々とやるタイプなので、あんまり喋らないという、無限の状態では。まあ、それでもいいんだったら、まあ、それでなくてもまあ、自分がありますけどね。おっと、ここは開けたところ出ましたね。何があるのかな、ここは。そういうことか。まあ、それはいいとして。まあ、それはそうですね。鍵はもらってないので。で、この下は、特にないと。で、そういうことですね。まあ、ミスっても、まあ、こういう風に OK 処置はついてるということなんで。そうですね。まあ、迷路って言ってたらそんなに大して難しくないと思うんですけどね。まあ、これ絶対もう一回押さないといけないタイプですから。多分これ、こうでしょう。こっちに行かせといたら多分行けなくなるパターンなんでね。で、こうして、こう行って、で、こう行ってからの、ですかね。あらー、落ち、鍵が落ちている。鍵を拾いますか。拾います。倉庫の鍵を手に入った。倉庫の鍵ですか。どうせ倉庫の鍵を使うんで、こっち用意してみますね。倉庫の鍵、ここですかね。暗証番号。はあはあ。はい。ソラスコップは使いますね。はい。スコップを手に入れる。2×2×2 は2の3乗。8。ちょっと待ってくださいね。これが右の方が8ですね。で、ハテナはさっきあった下の方の地下の方の、地下牢の方の計算式ですね。確か 12×3 の、
マイナス6なんで、36-6の30。30×8 なので、3×24=240です。だから暗証番号多分240ですわ。その力をパスコアと。まあ、240で覚えといて、この先に何があるのかなと。あら、ないですか。また240と覚えといて、さっきのところに戻りましょう。全然襲ってこないですね、何も。本当雰囲気だけの、なんか感じですよね。ここですね。これが、すべてのドコモのロックが解除されました。これで多分ヒントっぽいのが多分あると思うんですよ。まあとりあえず独房、これ特にないですね。まあ、上からどんどん調べてみましょう。何個かあったと思うんで。ちょめちょめちょめの人ですね。赤い石のメールは、花瓶と関連連動した鍵のようなからくりが至るところに仕掛けられている。これらは防犯目的で作られたというよりは、教祖の趣味によるところが大きい。施設に作られた仕掛けの数は優に100を超え、幹部でさえ仕掛けを突破するのは難しかったようだ。中に命にかかるような仕掛けも数を送り、特に釣り。ここでしょう。多分、影人ですね。あれをかけるイベントで多分最後人死んじゃってありましたけど、あれ多分引っかかっちゃったって人でしょうね。そういう自業自得の罠も作っちゃったっていうことですよね。なんでそこまでしなきゃいけないのかっていうのが上なんですけど。ドクラのひらめ。はいはいはい。で、こっちは。何かありましたかな。こっちは特にないですね。で、これ最初から空いてたやつが一つあったよね。これですよね。これ最初から空いててましたもんね。読書の左目といきます。ドクロなんで多分、野獣の眼光があったところの、右隣にあった、あのドクロでしょう。ここだけ地面が柔らかくなっている。スコップは使いますか？はい。さあ何？霊落通路の鍵を手に入れた。先でしょうね。何がありますか分かりませんが。プラスドライバー。通風庫の蓋が開いた。さあ、今度は行けますか。何でしょう。これは。ヤマンバの像がある。この像、下に車輪がついてる。ヤマンバの像を動かしますか？いや、待ってください。空っぽの木箱が置いてある。
9月20日、児童誘拐の疑いとして近畿法は宗教教団真理の目第三支部を家宅捜索した。多くの報道関係者が施設の侵入に集まり、家宅捜索などの意見を追った。ところが予定よりもかなり早い時間で友達らは死亡して、手先捜査員が全然包まれた表情をしていたという。特に県警本部は児童誘拐の事実は確認できなかったと表明したが、どうにも不に落ちないことばかりである。こっちはない。難しそうな本が並んでいる。難しそうな本が並んでいる。特にないですね。で、こっちは時計が？時計が出ない。そんなに強く押さないと長期で部屋が打てぞ。ごめん、軽く押したつもりだったんだけど、どんだけ帰り行きなんだよ。山本か、え、そうか、うん、私山本って好き。はあ、やめとけどんだけ関わって帰りたいんだよ、お前。時計の裏に鍵が貼り付けられている。鍵を取りますか？はい、ブランダの鍵を提出した。カラスに注意。ここはちょっとなんか襲われるかもしれないんで、追っかけられるというよりは襲われる可能性があるんで、暗闇の隠れ巣に描かれている、飾られている。はい、あれなんかあるね、これは。引き出しは空っぽ。見張りの日記。10月5日、ベランダでカステラ食べたカステラに襲われた。どうやらこの辺りのカラスは甘いものが大好物のようだ。今日は死んだような地震があった。壁にかかっていたものは全て落ちてしまった。ははは、ここベランダでしょ。餌台がある。ハンマーがある。ハンマー持っていきますか。ハンマー出てきた。これ多分死ぬやつですね。ちょっと死んできます。うわーん、死にたい、やだよ、黒塗りの呼吸者。うわーん、疲れたよー。ゲームゲイバー。なるほど、まあ大体分かってましたけどね。で、連絡通路なんかあるかなーと思ったら、なんか元に戻ってるし。その中にはなんと山場なんじゃない。で、多分これでしょうね。壁にひびが入ってる。アクションを起こせってことですからね。さあ、何があるかわかりませんが、壁の中に、あ、何入りますか。はい、何やこれ、壁に黄色な気が。なんでこんなとこにチョコレートがあるんだよ。チョコレートを食べますか。はい。いや、腹減ったし、そのチョコ食おうぜ。賞味期限切れてるし、お腹壊すよ。じゃあなんで手に入れたんだよ。他にはもう何ですね。はい、多分これがさっきのカラスに食わせればいい話なんで。
餌台のところに、ですよね。で、まあ、これは簡単です、ね、パターンが。バイバーイ。カラスがチョコレートを捕まえる。バイバーイ。じゃその間に、お先に、さらば。柱からあったんだけど。やっててバイバイ。下に落ちますか。いいえ、わけないやろ。おー、ついにこっち来ましたか。で、この後は、下に落ちろ、下に落ちろ。この先、支店地区に注意。俯瞰視点から横視点に変わります。なるほど。このように奥にあるものを調べるときは奥の方を向く必要があります。なるほど。どっかい。わ、随分と天井の高い部屋ね。マジ？死んだなるほど。じゃあちょっとここで。早くビジャンクになるとこだったぜ。まさかね、さっきみたいな話にかかっちまったんじゃねえんだろうな。やめてよ、そういうこと言うの。悪い悪い。とにかく新しい場所に来たんだ。探索を再開しようぜ。開かない。はい。あ、びっくりした、今のは。ここまで来たし、何も入ってなくて、今後も東の北で来たね。引き出しにかけるキャラとは、それでも正義がちゃんとか来た人の一緒のとこなんだけど、まあその気持ちはわかるぜ。今まで来た人に会ってたから、だが次の駅で何かが入ってるかもしれない。東はそんなロマンがある。スマスターもそう、間違いなくキラーがある。そうだな、珍しく引き出しは空っぽだ。どんまい別汚いファイルがある。ここは棚には埃が積もっている。同じやつですか。絶対無理ですね。とりあえずここですね。
りあえず逃げたりしないように。まあ、積むとやばいんでね。多分こうですね。で、多分こっち行かないか使わないから、こうし。で、こうして。扱いになると思うので、別館1階の、まあ、東だからこっちはないとして、まあ、こっちしかないよね。なんかありますよ。右から左に通せ。はは。右から左に通せ。死ぬパターンですわ。じゃないと多分バレるんでしょう。多分出た時に多分やられるパターンだと思うんで、クレジットに何かあるかね。まあ、これはちょっと会話パッとしますね。助走をつけて、まるでマリオのあれみたいですね。ジャンピオンコーンが別館チェフの一瞬回予定に入れた。ありがとうございます。おやすみだ。でこれでそのまま右から左に。そこで鍵が外れる音がした。
番左のやつですよね。アクシロ、アクシロ。
ね。余裕じゃね。ガリ落ちて買い物しますか。別館に CM2 回。はいはいはい。これだね、ここだね。なんじゃこりゃ、ツボがある。はいはいはい。ナイス金。なんで100円玉がここから出てくるかは、まあ、回してやるよ。もう中途半端だよ。こういうのはね、片っ端から壊さないと意味ないですよ。まあ。器物破損座。いつもそうさん、ずっとあなたにお会いしたいと思ってました。あなたに聞きたいことが山ほどあったんです。人形使い、いえ、ミキはあなたと一緒になって幸せでしたか。私はそのことがずっと聞かれでした。彼女は死んだ今となってはもう全てが訪れました。真理の目山になって動き出しました。私には彼らを止めることはできません。あなたにとっては幸い辛いことでしょうが、ことですが、あなたはもう店に立つことはできないでしょう。すべてが終わるまでここでじっとしておいてください。あなたに何かあったら、ね、あの娘さん悲しみますからね。と思ったところで俺と登場すると、まあ、そうだ、早く、おー、死ねよ、リア充、死ね。リア充しね。リア充しね。さあ行こうか。ってあれ、まさかチケットを忘れたとか。そうじゃなくて、あんなところに人が。ねえ君、大丈夫かい。誰か呼べばいいんでしょ。うん、まあね。こういうのだるいんでね。もしもし、ドナルドです。言いたかってん。家出口を見つけたら保護してもらえませんか。よし、そんなの逆探知か何か調べては。それじゃ。警察に電話しても、これでいいでしょ。さあ、映画館に来よう。あれけど、この子。
朝こっち戻ってきてさ、今ならまだ一緒だろ。ねえ、お願いだから来て。まあね。俺には、できない。田所の地、ジョギャーを捨てた上に倒れていたから突然来たんだ。怪我？怪我と言っても大したことはないから、すぐに退院できそうだよ。今は今はそれで分かれたら、時のドバクスタッチだ。それじゃあ俺はそろそろ行くわ、休みに行くべきになった。なんだい？分からないんです。分からないって怪我した理由は？それもそうですが、他のことも全部。他のことも全部。俺も同じです。私は一体誰なんでしょうか？Who am I？記憶は